にちは、ドラム講師の土屋と申します。例えば僕がドラムを初めて叩きますという方に最初に教える8ビートなんですけれども、まあ、いきなりこう やってくださいって言っても、まあ、当然難しいと思うんですね。なのでどういう風に教えているかっていうと、まずじゃあ右手からやってみましょう。右手を1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8、これは多分できると思うんですよ。じゃあ今度は左手だけで1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、ここまでは多分できると思うんですね。今右手と、左手やってもらったと思うんですけど、それを一緒にやってみましょうと。そうするとどうなるかというと1、2、3、4、5、6、7、2、2、3、4、5、6、7、そうするとなんだかこう8ビートっぽくなってきたと思うんですよね。じゃあ今度この足を入れるとなかなか難しいんですけど、これも一気にやらずに、じゃあまず右手の1、2、3、4、5、6、7、これに合わせて、1と5で足を振ってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、2、3、4、5、6、7、みたいな感じです。でじゃあ今度右足と左手でやってみると 1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、みたいな感じで少しずつ8ビートらしくなってきたと思うんです。じゃあ今度これを右手左手右足全部一緒にやってみると1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、っていうような形で8ビートが一つ完成するような感じになります。まあ今バーッと説明したんですけど、実際のレッスンでは生徒さん一人一人の、まあ、レベルに合わせて丁寧に教えていきますので、ぜひ興味がある方は一度受けていただければなと思います。よろしくお願いします。